今日の前島インタビューはドラフト1位ルーキー背番号12番山下俊平太投手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあまずは山下投手、先日はエキシビションマッチ自身初の1軍の試合での登板お疲れ様でした。ありがとうございました。相手は巨人の1番から始まる上位打線でした。まあ、順を追ってお聞きしたいんですけれども、まずマウンドに上がる前っていうのはどんな心境でしたか？は、まあ、1回からブルペンに入ったんですけど、ずっと先発でやってて初めて の、 リリーフというかそういう形で上がることになって、まあ、結構試合前はその、まあ、電話かかってきて作り出すっていう初めての経験だったので、まあ、少しそわそわした感じで作ってました。なるほど。まあ、そして先頭の相手が1番松原選手でした。その松原選手をレフトフライに打ち取りました。まあ、そのあたりで手応えやその緊張がなくなったとかっていう、そういうことはありましたか？そうです。まあ、マウンドに上がった瞬間お客さんもとても多かったので、はい、本当に緊張してふわふわしたんですけど、まあ、とりあえずその、まあ、相手のバッターも球界でも名前がある選手ばかりだったので、その、まあ、とりあえず先頭から、ゾーンでストライクゾーンでしっかりストレートを投げ込んで勝負したいなと思ったので、入りはとても良かったのかなと思います。まあ、そのゾーンで勝負した結果がレフトフライというわけでしたもんね。はい、はい、はい。まあ、そして今お話にもありましたけれども、そんな中で、まあ、丸選手であったり岡本選手といった日本を代表するバッターとの対戦もありました。まあ、そういった選手と、マウンドとバッターボックスでこの対峙をした時っていうのは何か心境の変化や、思うことはありましたか？そうです。まあ、体の大きさにもびっくりしたんですけど、まあ、いつもテレビで見てる選手との対戦だったので、とてもワクワクはしました。まあ、そして実際に登板が終わった後っていうのは中島監督であったり高山ピッチングコーチからどういったお話をされましたか？まあ、しっかりゾーンで勝負できたので、まあ、いい経験をしたなって言われたんですけど、まあ、これをしっかり2軍に持ち帰ってしっかり練習してこいということを言われたので、まあ、そこでしっかり練習しようという気持ちになりました。なるほど。そしてその1軍の舞台で、32球投げられました。まあ、この32球を投げてみたからこそ分かった、ご自身の手応えの部分と課題について改めてお聞きしたいんですが、まず手応えの方からお願いします。手応えはそうです、まあ、ああいう場面でも、まあ、唯一手応えがあるとしたらああいう場面でもゾーンにしっかり投げ込めたっていうところは、まあ、これからにつながるのかなっては思いました。なるほど。でしたら次に課題はどういった部分に感じられましたか？そうですね、課題はその、まあ、結構一軍のふわふわした雰囲気だと、結構自分の欠点だったりが体でとても感じやすくて、まあ、いっぱい課題あったんですけど、まあ、2軍で投げるときよりもその体に伝わってくる感覚がとても分かりやすかったので、まあ、課題が見つけやすかったので良かったのかなと思います。なるほど、ありがとうございます。まあ、そして京セラドーム球場は文字通り屋内球場で、そしてこの前島は屋外球場で非常に暑い気候なんですが、まあ、そんな暑い気候の中で応援してくださるファンの方が今日もたくさんいらっしゃいます。はい、最後にそんなファンの方へメッセージをお願いします。はい、暑い中応援ありがとうございます。これから後半戦が始まったばかりなんですけど、後半戦もしっかり勝てるように、一生懸命頑張るので応援よろしくお願いします。期待しています。はい。
今日のインタビューはドラフト1位ルーキー背番号12番山下俊平太投手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。